こんにちは。今回はこちらです。ザクの純米大吟醸、その名も新酒です。醸造元は三重県は鈴鹿市清水清三郎商店さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。使用米は品種の記載がありません。精米倍は 50%、 アルコール度数は15度というふうになっています。そうですね。じゃあ開栓していつも通り順に報告していきます。グラスに注いだ状態になりました。実は購入したのが3月の4日ということで、約1ヶ月ぐらい前ですかね。さすがにそろそろ店頭から新酒も少なくなってきてるかなと思うんですけれども、まだその頃はね、新酒は結構並んでたんですけれども、ザクはだいぶ以前にいただいたことがあるんですけど、あの今時のフルーティーで華やかで飲みやすいタイプだったというふうに記憶しています。よく見かけますよね、最近ね。人気のある銘柄かと思います。前置きは長くなりました。いただいていきますね。まず香りから。ああ、いい香りですね。香り結構高めですね。まごうことなきフルーティー系ですね。楽しみです。実際に口に含みます。やっぱり美味しいですね。口に含んでの第一感は圧倒的なフルーティー感ですね。これ日本酒って言われなかったらわかんないですよね。特徴としてですね、味わいが圧倒的に濃厚ですね。濃ゆいです。しっかりした飲み応えですね。また旨味と甘みなんですけど、ちょっとねバランスというのもまた違うかもわからないですね。どちらも決してネガティブではないんですけど、非常に強く主張し合っています。旨味の複雑で入り組んだ味わいと甘みですよね。どちらもね、共存してるというよりは、むしろ強く主張し合ってるといった感じですね。決してネガティブな意味ではないですよ。どちらも楽しめるということですね。酸味は程よいですね。濃い味わいを中和させる程度の爽快感というか、爽やかさをもたらしてくれています。粘性が高めで、濃い味わいとともに、どっしりした味わいというのを強調して、飲み応えというものを与えてくれていると思います。また、アルコール感も結構高めですね。改めて確かめて、ドライ感も喉を通した後の熱気の上がり具合もしっかりしたものを感じます。全方位的に新酒という言葉がしっくりくるような、ぴったりハマるようなお酒だと思いますね。フレッシュで若々しくて、ダイナミックな感じですね。いや、美味しいですね。ちょっとだけいただいちゃいましょうね。これだけ濃くてパンチがあるので、淡い味わいのものと合わせてお酒自体を楽しむということを個人的にはお勧めしたいんですけどね。なんかこってりしたものとかと合わせても全然負けないですね。いや、美味しいな。といったところです。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。